こんばんは、東と申します。今から活動報告を始めさせていただきます。よろしくお願いします。ですね、僕が、今年度行ったこと、今継続して取り組んでいることについて、ざっくり、ここ書いてます。まずですね、5月に菊池アートフェスティバルというイベントがこのキクロスでありまして、その実行委員会として参加して、主にアーティストの取りまとめなんかをしました。で、基本的に行っていることとして、新聞紙を使ったワークショップ、これは主に子どもに向けて実施で、菊池の市外でもですね、協力隊の仕事ではないんですが、副業としていろんなところでどっちかというと知名度を上げるとか、そういった目的で福岡市動物園であったりとか、いろんな城西園であったりとか、お声掛けをいただいたら行くようにして、他にも中学校、高校とかいろんなところでやらせていただいています。あと松尾隊員、松枝隊員からもちょっと話がありましたプラネットというのを、キクロスで行っています。と、旧龍門小学校がですね、今アーティストのアトリエになってまして、でそこのオープンアトリエっていうイベントを行ったんですけど、そこも実行委員として参加してます。で今これが一番今ちょっと難航しているところなんですが、市役所横に今公園化整備されたと思うんですが、そちらに、設営するための剥離を今作っておりまして、それがですね、本当にもう本来だったらもうだいぶ前にできてないといけないんですけども、ちょっと時間がかかってしまって、今も継続的に制作してます。で下2つはですね、実験というか、そういったところで、お米のもみ殻を使った焼き物作りみたいなことをやったり、なるべく安価で楽しく簡単にできるようなワークショップをいろいろ考えながらで、今、お子さんが本当に中心でやってるんですけど、たまにですね、大人もこういうのやりたいっていう声もいただくので、それで大人も楽しんでできるようなワークショップとかも今考えてます。でこれは菊池アートフェスティバルの様子なんですが、こういうパフォーマンスの方だったり、アーティストものを作る人たちですね、絵だったり立体だったりを作る人だったり、あとはお店はマルシェをオープンしたり、アーティストによるワークショップがあったりとか、そういったワークショップになってますけども、ワークショップ、そういうのがいろいろこう何でしょうね、総合して行われるイベントで、5月4日5日の2日間開催しまして、6800人ほどの人が来場されたみたいです。でこちらでは僕はですね、主にアーティストの参加交渉およびケアっていうのは、皆さん結構善意でいろんな頑張ってくださるので、お手伝いできることをお手伝いしたりとか、困ったことがあったり聞いたりとか、その場合によってはちょっと実行委員とぶつかったことがあったりとか、アーティストの方がいたりすると、そこで間に入ったりとか、そういったことをしておりました。と、こちらでも、新聞紙を使ったワークショップを、開催しました。で、写真の右のものは、僕の作品で、彫刻をもともとは作っているので、ちょっとだけこういった自分の作品の展示もさせていただきました。でこれはワークショップの様子です。右上はですね、宮崎くんっていう佐賀県で陶芸をしているアーティストなんですけど、彼もワークショップを、焼き物を作るワークショップをしまして、ただワークショップっていうものをまだ一度もやったことがないから不安だってことだったので、僕も一緒にサポートとして入って、今小さい子が粘土こねてるとこなんですけども、こういうふうな感じでいろいろ動き回ってサポートとかをしてました。で、左と右下は、僕のその新聞紙のワークショップで、本当に何でも自由に作っていいやつなので、左の子はスペースシャトルを作って、で右の子はですね、芭蕉カジキを作ってます。これはですね、下の、子ども図書室にずっと展示してあるので、よかったら見てみてください。で彼、右下の彼はですね、もう僕のワークショップ特にこのキクロスでやるときはもうほぼほぼ出席してくれてて、で彼自身もともと折り紙がすごい好きで、すごい作品を作るんです。折り紙で竜とか本当にゴジラとか、もう細かいものとかたくさん持って、彼の作品も今下の図書館の棚の上にずらっと飾ってあるので、これもよかったら後日見てみてください。
で、新聞紙を使ったワークショップは、今年はですね、小学校、高校、公民館、少年自然の家、水源交流館、病院、市役所、特別支援施設など様々な場所でやらせていただきました。結構ですね、本当自由にやってて、で子どもたちも割と写真にあるような感じで作ったもので、もうすぐ遊んだりとか、彼はですね、左手になんか持ってるものはこの恐竜が食べる肉で、こういうのもなんか最初に恐竜作ったらなんかご飯も作りたいとか言って、どんどんなんか発展していって作ったりとか、右のやつは、栗だごフェスっていう茂み公民館で毎年行われているイベントなんですけど、そちらでもワークショップをさせていただきまして、今カブトムシを作った子がいたので、お腹に磁石を入れてこうやって掴まれるようなものとか作ったり、そういったことをしております。でもしかしたらこう見られた方とか聞かれた方もいらっしゃるかもしれないんですが、こういう形でですね、まず新聞紙でこんな風に形を作って、本当自由にやっていいんですけど、貼り紙を折り紙を貼っていくっていう感じです。折り紙を貼るのがかなり大変なので、なんか無理しない範囲でだったり、もう新聞のまま終わる子も全然いていいよみたいな感じで、楽しくやるっていうのを本当にモットーにワークショップいろんなところでやらせていただいてます。でこれはですね、上2つが七条小学校で、学年活動で行った時ですね、保護者の方も合わせて何名ぐらいだろうか、多分6、70名は多分いらっしゃったと思うんですけど、一緒にいろんなものを自由に作るっていう感じで、これ今写真は1クラスだけなんですけど、2クラスでやってます。で左下のやつは、戸崎小学校も、これも学年活動で呼んでいただいた時に、すごいメタリックなバッタを作った子がいて面白かった、すごく撮っております。で動物はですね、これトナカイなんですけど、クリスマスのものづくりイベントの時に最初にバショウカジキを作った子がこれ作ったトナカイで、これは関節が全部動くような風になっております。なんかそういうのもアイデア次第でやりたいってあったら、こうすぐにこうちょっと道具を出すような感じで、なんかどうやってやるとかも全部子供に任せたりしてます。で、プラネットですねは、ちょっと松尾隊員とかからも説明があった通り、水曜日の、15時から17時半まで証券室、証券集室で実施してます。で、工作英語、宿題とか勉強を本当も子どもが好きに選択して過ごす場所として行ってます。で、対象年齢も本当無制限なんですけど、基本的には小学生が多くて、中にはもう大人の女性の方が毎週英語を習いに来られたりとか、そういう方ももちろんいらっしゃいます。でもう、去年のですね、いつ頃、秋頃から多分始めたのかな、夏か秋ぐらいから始めて、1年が過ぎまして、最初本当に1人とか、2、3人ぐらいだった利用者がですね、子ども同士のネットワークだったり、ちょっとずつ広がってきて、今平均で10人から20人以上、もう完全に子どもの意思で来るような場所が今できてます。で左の看板もですね、僕らは本当に何も言わないんですけど、結構自主的に遊びの多分一環としてこうやって子どもが描いてくれたりとか、立体物はですね、鬼滅の刃っていうアニメとか漫画が今子どもの間ですごい流行してるんですけど、そのキャラクターを4年生の女の子が、これも新聞でできてます。でこの子なんかはですね、その去年の最初の頃とかは割とも口癖みたいな感じで、私作るの下手だみたいな感じで、あまりこう作る姿とかを見せたがらなかったんですけど、でも作るのは好きみたいな、でもなんか自信はないからみたいに言ってたんですけど、なんか本当にもう1年ぐらいで見違えるようなその作る姿勢みたいなのも変わってきて、かなり自由に、僕何も手伝ったりもしないんですけど、楽しく作ってます。で、これが、旧龍門小学校のオープンアトリエの様子ですね。7月27日に行いまして、旧龍門小学校で今現在ですね、各教室を利用されているアーティストの、皆さんと一緒にオープンアトリエっていう、どなたでもそのアトリエの様子をこの日は自由に見てもらって大丈夫っていうイベントだったんですよ。そういうのを開催しました。
で僕は裏方として参加しまして、でまあその下準備であったりとか、いろいろその市役所側とアーティスト側のまあそのこれができるできないみたいなのの間にこう入って、ちょっと潤滑剤のようになればみたいな形で動いたのと、写真にあるようにですね、こちらの市長にモデルに来ていただきまして、で入居アーティストの、絵画をされている森本さんって方と、彫刻立体を作られている島内さんと、一緒にですね、僕も混ざって、市長の、顔を作るっていう、そういったことをやってました。こういう作る姿とかもですね、なかなか普段見る機会とかはないと思うので、見に来られた方はすごい楽しそうに見てくださいました。ちょっとなんかバタバタと、まあ、やったのであんまり告知の方ができなかったんですけど、50名程度の方が見に来られまして、すごいなんか、まあ、楽しいような様子を言ってくださってました。と、ですね、こちらが今すごい本当に長いことかけて申し訳ないような感じで作ってるんですが、白龍を今制作しております。でこれがですね、頭だけなんですけど、簡単に説明するとですね、地面にこう潜っては出て潜っては出てみたいな感じでちょっと作ろうというふうに今考えてまして、頭が1つで、胴体の部分がまあ3パーツで、尾が最後にピュッとこう出てるような感じの、まあ、5パーツで制作して、でそれをこう公園に、まあ、地面に埋めるような形で作ろうと思って今やっております。まあなかなか多分彫刻を作るようなこととかも普段あまり見られないと思う、制作の流れっていうのをちょっとすごいざっくりですけど説明させていただきます。まず1番がこう芯を組むっていうところで、これですね、ものすごい、まあ、雑な芯なんですけど、本来はもうちょっと木でしっかり骨組みを作ったりとかしないと、すぐ何百キロとかっていう重さがかかってくるので壊れちゃったりするんですけど、これはまあそんなに大きくなかったので、スタイロフォームっていう建材を使ってこういうふうに中に芯を作ります。 でその表面に粘土をつけていきます。この芯のこういう肉付けがないとですね、粘土もほんとすぐ重たくなるので、そういうので粘土を使わないようにやってます。で形をこんなふうに作っていくっていう。で、これがですね、その体の芯棒、これも最初これで作っていったんですけど、すごい綺麗なアーチ型というかなってて、で粘土つけていって途中で思ったんですけど、全然動きがなくて面白くないなと思ったので、結局これも丸ごと壊してしまいまして、で今とりあえず頭の方から取り掛かってるんですけど、なかなか、こんな風に粘土を荒付けして、今現在500キロぐらいの粘土で作ってます。で最終的には型を取って表面だけになるので、重さはまあ、10キロ程度ぐらいの軽さにはなっていきますというところです。ですね、そうだな、まあ、大体そういう子どもたち向けの、まあ、作るイベントと、あとまあ自分のこういったものを作って設置するっていうのの、まあ、2つの柱でやっていこうかなというところで頑張っております。まあ今年度ですね、まあ、去年からその、新聞社のワークショップとか始めて、だいぶリピーターの方だったりとか、誘ってくれたり声をかけてくれる方も増えてきて、ありがたい限りで、また来年ちょっと幼稚園とかとも今度は関わりながら、いろいろ子どもの何でしょうね、まあ、土台になるような部分で動いていけたらと思っております。すみません、ご清聴ありがとうございました。